第一公共局発表当時の、ショスタコービチドミートリー・ドミートリアビチ・ショスタコービチ1975年8月9日は、ソビエト連邦時代の作曲家。公共局や、弦楽史重奏曲が有名である。シベリウス、プロコフィエフと共に、マーラー以降の最大の公共局作曲家としての、評価が、ほぼ確立され、世界的にも特に公共局の大家と、 認知されている。また、弦楽四重奏曲においても秀逸な曲を残し、芸術音楽における20世紀最大の作曲家の一人で、ある。ショスタコービチの音楽には暗く重い雰囲気のものが、多いが、その一方で、ポピュラー音楽も愛し、ジャズ風の軽妙な作品も少なからず残している。当初、体制に迎合した。 ソ連のプロパガンダ作曲家というイメージで語られていたが、ショスタコービチの証言が出版されて、以後、ショスタコービチには、皮肉や反体制、自らが求める音楽と体制が求める音楽との、乖離に葛藤した、悲劇の作曲家というイメージも加わった。1974年当時1919 19年、ペテルブルク音楽院に入学。専攻は作曲とピアノ。 1925年に同音楽院作曲家の卒業作品として作曲した公共曲第1番において国際的に注目された。1920年代後半から1930年代前半にかけてはアルバンベルクやダリウスミオーなど西洋の革新的な音楽技法を吸収し舞台音楽を中心に多くの楽曲を作曲。特に ピアノ競争曲第1番ではジャズに、歌劇、ムツェンスク軍のマクベス夫人では、ベルクの歌劇、ボツェックなどに触発された内容となっている。しかし、1936年に、歌劇、ムツェンスク軍のマクベス夫人と、バレエ、明るい小川が、ソビエト共産党機関並み、プラウダで批判を受け、自己批判を余儀なくされる。そのような状況か、 批判前に作曲し、オーケストラでリハーサルまでしていた、公共曲第4番の初演を撤回。批判後、新たに作曲された公共曲第5番以降は、それまでの作風から一転し、政府が自国の音楽に求めた、社会主義リアリズムから、形式において、民族的、内容において、社会主義的体の路線に沿う作風の作品を発表し続けることとなる。 1930年代後半から1940年代前半にかけては公共曲や室内楽曲を多く作曲。中でもスターリン賞を受賞したピアノ五重奏曲や友人の突然の死を悼んだピアノ三重奏曲第2番独奏会戦直後から書き始められた公共曲第7番レニングラードが有名である。1948年 ソビエトの作曲家のほとんどが形式主義者として共産党により批判されると、オラトリオ、森の歌や映画音楽、ベルリン観楽、カンタータ、我が祖国に太陽は輝くなど、あからさまに当局に迎合した共産党賛美の作品を多数作り、名誉の回復を勝ち得た。一方、バイオリン協奏曲第一番やユダヤの民族史から、 原学史重奏曲第4番など、この頃書かれた作品のうち、何曲かは、公表が控えられ、多くは、スターリンの死後に発表された。1953年に、スターリンが死ぬと、第9番以降、ジダーの風批判以後は書かれていなかった、公共曲を、約8年ぶりに発表。曲の内容の暗さと、社会主義リアリズムとの関係において、大論争を巻き起こし、 国外でも大きく報道された。1950年代後半から晩年にかけては、公共曲競争曲室内楽曲さらには、声楽曲で傑作を、多数残した。特に、当局の締め付けが和らいだ、スターリン死後から1960年代前半までの、いわゆる、雪解けの時期には、演奏が禁止されていた作品の名誉回復。 公共曲第4番やバイオリン競争曲第1番といった好評が控えられていた作品の発表を社会主義リアリズムの概念にとらわれない近代的で斬新な作風の作品の発表が相次いだ。特にこの時期を代表する作品が弦楽史重奏曲第8番と公共曲第13番の2曲である。弦楽四重奏曲第八番では曲の大半で 自作の引用を大々的に行うほか、ドイツ音名の自分のイニシャル DSCH の音列を中心主題の素材として、用い、自身へのレクイエムとした。また、公共局第13番は、ナチによるユダヤ人の大虐殺を、ウクライナの谷底バビアールで起こった、実際の事件を取り上げて告発。共産党により、テクストとして用いた詩の書き換えを要求されるなどの、 事件もあったが、1930年代、1940年代のような厳しい批判にはほとんどさらされることもなく、音楽には一切手が加えられず現在でも、ショスタコービチの代表作として聞かれている。また、60代を過ぎた1960年代半ば以降は、透明で熟達した技法の進化が見られる、ミケランジェロ組曲や、バイオリンソナタ。 ビオラ・ソナタなどのほか12音技法や、トーンクラスターを導入した、A ブロークの詩による7つの歌曲や、公共曲第14番などで、前衛的な作風へのアプローチを再び試みるなど、詩の直前まで、意欲的に作曲を続けた。ショスタ・コービチの最晩年を代表する作品には、ロッシーニの、ウィリアム・テル・序曲や、ワーグナーの楽劇、 ワルキューレの運命の同期などた作曲家の作品の引用を大胆に行い、自身の音楽的階層とした、公共曲第15番、すべての楽章をアダージョとし、ベートーベンのピアノソナタ第14番、月光からの引用も見られる弦楽四重奏曲第15番、死の1ヶ月前に完成し、ショスタコーヴィチの白鳥の歌とも呼ばれる、作曲者自身聴くことのできなかった。 イサクビオラソナタなどがある。ショスタコービッチはピアニストとしても活躍した。卓越したテクニックを有し、音楽院を卒業してからは作曲家になるか、ピアニストになるか真剣に悩んでいたほどである。第1回ショパン国際ピアノコンクールにソビエト代表の一人として選出され出場、入選したほか、2曲のピアノ競奏曲や24の前奏曲とフーガなど、 自作の初演、録音も多数行った。しかし、後年は、脊椎性症に麻痺の影響で、右手が不自由となり、ピアノを弾くことができなくなった。また大のサッカー好きで、地元のサッカークラブのスコアをメモ帳に書き記すなどの熱狂的サッカーファンだった。サッカーの審判の資格も持っていた。ショスタコーィチの作品には、JS バッハの風が、 ベートーベンの後期弦楽四重奏曲、マーラーの公共曲、ベルクの火星語法や引用法などの影響が見られ、オーケストレーションはあまり楽器の音色を混ぜない原色配置である。原則として、ショスタコービチの音楽は、調整音楽の範囲内にあるが、無調的な主題を用いることも多く、最晩年には十二音技法を自分なりに昇華した独自の音列技法や、 トーンクラスター等の前衛技法を用いたりしている。戦争や、生死などをテーマとした重い作品が多い一方、公共曲第9番や、ジャズ組曲のような、軽妙な作品も多く作曲している。一般に、作風の変化の境界点は、以下の項目に分けられる。作品1作品46少年期から音楽院、入学以前の極初期は除き、 ショスタコービチの作風は前衛的な音楽から出発したと言って良い。例えば、公共曲第1番の冒頭では、グラズノフに火星の変更を指摘されていた。前衛的と最もはっきりとわかる初期の作品としては、弦楽80層のための2つの商品、ピアノソナタ第1番、格言集、そして、公共曲第2番がある。しかし、タヒチトロットや、 映画音楽、新バビロン以降は、ジャズやボードビル、キャバレーソングなど、軽音楽の影響も受けることとなる。この分野の傑作としては、バレエ、黄金時代、劇音楽、条件付けの死者、ピアノ競争曲第1番などがあるが、枚挙に暇がない。公共曲第4番の第3楽章の中間部は、明らかに、軽音楽の影響が濃厚である。ショスタコービチの、 新ウィーン楽派に影響を受けたという意味での前衛音楽としての最後の作品は還元学のための5つの談笑である。この作品は公共曲第4番同様発表が控えられ、初演が行われたのは1965年になってからである。ゴーゴリの短編に取材したオペラ、花は彼自身交流のあったメイエルホリドの斬新な舞台演出の影響を受け、 古典形式を基本としながらも、ベルク、クルシェネクラ同時期の作品を参考にした極めて、前衛的な作風で発表当時から、賛否両論を巻き起こす、問題作となり、自作のオペラ、ムツェンスク軍のマクベス夫人と共に、彼の初期作品のピークとなる。初期は、ロシア音楽の伝統を受け継ぎながら、最新の音楽を取り上げるなど基地と独創性に富んだ。 作風であったが、ムツェンスク軍のマクベス夫人が、スターリンの怒りを買い、檻からの粛清が絶頂期にあることも鑑み、前衛色は失われていった。作品47作品92第4番のような、前衛性を控えた、公共局第5番は初演後に、社会主義リアリズムの最も高尚な理想を示す、高例と評価された。 この時期のショスタコービチが音楽を担当した映画は、社会主義リアリズムに基づいたテーマのものばかりで、ロシア革命を主題としたものが多い。例えば、ノンポリの学生が革命の理念に目覚め、社会主義的に成長する姿を描いた、マクシム三部作、ロシア革命の英雄チャパー F の活躍を描いた。 ボロチャーエフ取りの日々、暗殺されたキーロフを彷彿とさせる人物が、主人公の偉大な市民にぶさ作、ロシア革命におけるレーニンとスターリンの活躍を描いた、銃を取る人、ロシア革命後の赤軍と白軍との内戦を描いた、忘れがたき1919 19年である。第二次世界大戦の勃発後は、ピアノ五重奏曲や公共曲第八番、ピアノ三重奏曲、 第2番などこの路線から離れた作品もいくつか残している。しかし、1948年にジダーノフ批判が出てからは、オラトリオ、森の歌や映画音楽、ベルリン観楽、革命詩人の詩による銃の詩曲そしてカンタアータ、我が祖国に太陽は輝くなど、再び意識したように、社会主義リアリズム色濃い作風の作品を残している。 この時期の作品としては、公共曲第8番などの他に、歌劇、賭博士や、バイオリン競争曲第1番なども、社会主義リアリズムの路線からは、離れた作風であると評価されることが多い。ショスタコービチの作曲家としての、ユダヤの音楽への関心が明らかな最初の作品は、ピアノ三重奏曲第2番と言われていた。もちろんショスタコービチは、 ユダヤ人ではなかったが、マーラーへの興味をはじめとし、1936年には、プラウダ批判によって、自分の悲運を、ユダヤ人のそれに沿って象徴するものと考えるようになった。1937年の公共曲第5番第3、楽章には、ユダヤ音楽の要素が現れ、それは、公共曲第3番からのユダヤ教会での天礼の、英章の旋律の引用でもある。 また、公共曲第7番第1楽章のクライマックスなどには、クレズマー旋律が使われている。音楽院の相手市で、レニングラード攻防戦で戦死した、ユダヤ人、ベニアミン・ンフレイ・イシュマンの未完のオペラ、ロス・チャイルドのバイオリンの補作を行ったこともある。作品に、ユダヤ音楽の主題が使われているのは、歌曲集、ユダヤの民族史から、 バイオリン競奏曲第1番、弦楽四重奏曲第4番、24の前奏曲と、フーガプーシキンの詩による4つのモノローグである。ピアノ競奏曲第2番、第2楽章や公共曲第9番フィナーレの後半には、ユダヤ人には、それとして、はっきりわかる形で、ユダヤ音楽が引用されているという。弦楽史重奏曲第8番には、 ピアノ三重奏曲第二番最終楽章のユダヤ旋律が明瞭に引用されている。その他の作品では、公共曲第十三番、また、公共曲第十五番最終楽章での公共曲第七番の引用に、ユダヤ音楽のテーマを見出せる。ショスタコービチの周りには、例えば親しい友人に作曲家のミエツ・スワフ、バインベルク、俳優ソロモン・ミホエルスなど、 ユダヤ人は多かったし、この他オーケストラの団員にも、ユダヤ系は多かった。DSCH の音列、ショスタコービチ後期の作品に頻繁に用いられた。作品93から1953年3月5日、スターリンが死んだ。独裁者の死は、ソビエトの社会に一時の混乱をもたらした。1956年、フルシチョフによって行われた。 スターリン批判により、スターリンの独裁体制は、名実ともに崩れ去った。スターリンの死に合わせたように、ショスタコービチは、第9番を最後に中断していた、公共曲を書き始め、すぐに発表する。前衛的な作風ではないものの、終始音楽に、悲劇的な、重さが付きまとう音楽で、自身のイニシャルを、ドイツ音名にした、DSCH の音列も品質する。 自伝的な作品である。この作品以降、ショスタコービチの曲には DSCH の音列が頻繁に使われるようになる。1950年代も終わり近くになると、ソビエトの社会主義体制も次第に軟化し始め、アメリカとも協調姿勢を取るようになっていく。雪解けと言われるこの時期、ショスタコービチが発表を控えていた。 公共局第4番などの作品が数十年ぶりに初演された。戦前、ショスタコービチが個人批判される現況となった過激ムツェンスク軍のマクベス夫人はそのままの形での上演は絶望的だったものの、ある程度改定されたカテリーナ・イズマイロバは再上演が許される状態にまでなった。しかし、公共局第十三番の歌詞問題が表面化した頃、 キューバへのミサイル配備計画がアメリカに避難されたのをきっかけに雪解け体制は解体され冷戦の時代に突入する。ロストロポービチとリヒテルに囲まれてブレジネフ時代になり国内では締め付けが強まるがショスタコービチ自身の生活は安定し数々の栄誉に包まれるなど音楽活動を続ける環境はスターリン時代と比べ格段と恵まれていた。 相変わらず、体制に迎合した作品もあるが、作風は、芸術性が高まり、7学章の弦楽四重奏曲第11番、マーラーの大地の歌の影響を受けた声楽付きの公共曲第14番。豊かな響きと緊張感漂う、映画音楽、リアオなどの意欲作を相次いで発表した。特に、ブロークの詩による7つの歌曲と弦楽四重奏曲。 第12番においては12音技法に挑戦するなど、その研究心は衰えなかった。裁判年になると、作風も哲学風で研ぎ澄まされた、独特の透明感が、支配的となる。公共局第15番、弦楽史重奏曲第14番、弦楽史重奏曲第15番では、過去の作品からの引用が顕著になるが、 そこにはすでに健康の衰えを感じ、死を意識した作曲者の思いが見え隠れする。それは政治に翻弄された、波乱万丈の人生を振り返り、達観したかのような感を受ける。また、ミケランジェロの死による組曲では、自身の芸術の総括を、ルネサンスの芸術家に例えたものとして評価されている。ショスタコービチの創作の中心は、 公共局と弦楽四重奏曲にあった。これらの中でも特に有名なのが、公共局第5番、第7番、第10番と弦楽四重奏曲第8番である。また歌劇、ムチェンスク軍のマクベス夫人は、古今のオペラの傑作の一つとされる。全員10作品編曲でありながら、自身の作品として、作品番号を与えているものもある。自作の編曲創作ジャンルは、 宗教音楽以外のほぼすべてにわたる。労働家で1917年から1944年の間ソビエト連邦国家でもあったインターナショナルの還元学編曲もある。本人の著書と称されているものが日本では2冊出版されている。ソロモン・ボルコフによるショスタコービチの証言とレフ・グリゴーリエフとヤーコフ・プラデークの手によるショスタコービチ辞伝。 時代と自身を語るである。前者は、初めは1979年にアメリカ、ドイツで出版されたもので、ショスタコービチの評価をめぐって論議を巻き起こした。発表された当初からソビエト作曲家同盟などのほかローレルフェイのような西側の音楽学者からも疑書である。疑いが投げかけられ、心顔については議論があった。詳細は、 ショスタコービチの証言を参照。後者は1980年にソ連で刊行された。自伝とあるが、正確には、ショスタコービチが生前に様々な媒体に発表した文章などを年代順にまとめたものである。ボルコフやマクシム・ショスタコービチは、実際には別人が書いていたのだと主張している。すべての記事はソビエト体制下では公式見解として、 発表されたものである。ショスタコービィチは、様々な人物と頻繁に手紙をやり取りしており、数冊が出版されている。翻訳書は2006年現在、存在しない。とりわけ有名なのは、音楽学者、イサーク・グリークマンと行われた、書館集である。1993年に、ロシアで出版されたもので、英訳されている。2006年9月25日、 ショスタコービチ生誕100周年を記念し、ショスタコービチと、孔子共に親友だった、イワン・ソレルチンスキーとの往復書簡が出版されている。これは、イワンの息子であり、音楽学者のドミトリーが編纂した書籍。ショスタコービチとソレルチンスキーが知り合った1927年から、ソレルチンスキーが救世した1942年までに、やり取りされた、現存する。 ほぼすべての書簡が掲載されている。なお、子息二人による多くの写真を交えた回想証言、我が父ショスタコービチが出版されている。小惑星ショスタコービチはショスタコービチにちなんで命名された。AB 音楽学者の千葉淳は発表以来続いたショスタコービチの証言の新顔論争は現在では議書でほぼ決着しているとの見解を示している。 ローレル・フェイ、ショスタ・コービチ・ある生涯、アルファ・ベータ、2005年、135ページ。ISBN 978から4から871985345。イアン・マクドナルド・ザニュー・ショスタ・コービチ・ P73、エリザベス・ウィルソン、ショスタ・コービチ・エーライフ・リメンバード2006年、225ページ。ISBN 9780571220502。 ヨアヒム・ブランダブル・ミーニング・オブ・ジュイッシュ・エレメント・イン、ドミトリ・ショスタ・コービチ 1985P68 から80ヨアヒム・ブラン、ダブル・ミーニング・オブ・ジュイッシュ・エレメント・インドミトリ、ショスタ・コービチ 1985P68 から80ティモシー・ジャクソン、ホ、アーラン・ビー・フィオフェノブ。 ショスタコービチリコンシダードトッカータプレス1998.251 ISBN 0から90万7689から56から 6P618 エリザベス・ウィルソンショスタコービチ A ライフリメンバード2006年267ページ ISBN 9780571220502ヨアヒム・ブランダブルミーニング・オブ・ジューイッシュ・エレメント・イン ドミトリ・ショスタコービチ 1985P78 ショスタコービチイコール1976192イコール 1980RW MPC 2021年9月30日閲覧ありがとうございます